今回は鶏肉ともやしのピリ辛ごま味噌炒めの作り方を紹介します。シャキッとしたもやしと弾力のある鶏肉の相性が抜群です。味噌とごまの香りが食欲をそそります。それでは作っていきましょう。鶏胸肉を細切りにします。鶏肉を手の甲で押さえて下からスライスします。3ミリくらいにスライスしたら重ねて細切りにします。包丁を上下に滑らせるようにして細切りにしていきます。鶏肉に下味をつけます。塩コショウ、味の素、酒を入れて揉み込みます。卵を含ませるように揉み込み、片栗粉を絡めます。最後に油でコーティングします。合わせ調味料を作ります。味噌小さじ2、醤油小さじ2、オイスターソース小さじ2、酢大さじ1、酒大さじ1、すりごま大さじ4を合わせます。材料を用意します。鶏胸肉 100g、 もやし半袋、人参 20g、 小松菜 15g、 にんにく生姜を適量です。鶏肉を油通しします。低温の油に入れ、肉をほぐすようにして火を通します。このくらいに肉が白くなったら引き上げます。にんにく、生姜を香りが出るように炒めます。豆板醤を小さじ1杯です。香りが出てきたら野菜を入れ炒めます。もやしは短時間でしっかり炒めることでサクッとした食感になります。炒めが甘いともやしの臭みが残るので気をつけましょう。鶏肉を入れ、野菜と一緒に軽く炒めます。合わせ調味料をよく混ぜて入れていきます。材料とよく混ぜ合わせるようにして炒めます。最後にごま油を入れ、艶と香りを出します。今回は鶏肉ともやしのピリ辛ごま味噌炒めの作り方を紹介しました。もやしを短時間でしっかり炒めることが重要です。逆に炒めすぎると水分が出るので注意しましょう。
このチャンネルでは簡単なまかない料理から本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。